セルロ・ゴードの戦いは、米牧戦争で、ウィンフィールド、スコット将軍のアメリカ軍が、優勢なアントニオ・ロペス・デ・サンタ、アナ将軍のメキシコ軍の側面を突き、強力な防御的陣地から駆逐した戦闘である。アメリカ軍は1847年3月29日に、ベラクルスの港を占領した。これに続いて、スコット将軍は、メキシコシティに向けて、進軍を開始した。 この地域のメキシコ軍を指揮するアントニオ・ロペス・レ・サンタ、アナ将軍は、原パに近いセルロゴードの防御を施した谷間に1万2000名以上の軍勢を置いて、スコットの進軍も遮った。ここに集まった軍勢は、北方師団の残り、すなわち、アムプーディア旅団、バスケス旅団、及び、フベラ騎兵旅団がおり、さらに首都からの援軍で、ランゲル旅団、ピンゾン旅団、 アルティーガ旅団とカナリソ特殊機兵士団がいた。アメリカ陸軍公兵司令部のロバート・ E リー隊員は・タイはサンターナ軍の陣地を回り込む山道を発見した。スコット将軍はすぐに指揮下の主力をその、1847年4月18日に激戦が起こり、サンターナ軍を改装させた。メキシコ軍は戦死勝者1000名を出し、さらに3000名が捕虜になった。 アメリカ軍の損失は戦死63名、負傷367名だった。サンターナ将軍はイリノイ士岩兵の第四連隊に不意打ちを喰らい、その義足もなしに馬での闘争を強いられた。その義足は捕捉され、今でもイリノイ州で展示されている。この戦闘は西のテルモピレーの戦いと呼ばれてきた。それはこの時の地形の使い方がペルシア軍が キリシャ軍を破った時に使ったミサオー軍に類似しているからである。しかし、損失は大きく異なった。攻撃したアメリカ軍の損失はそこそこであったのに、防御側のメキシコ軍の損失は大きく、テルモビレーとは逆の結果になった。この階層の間、メキシコ軍にあって、聖パトリック大隊がアメリカ軍に対する最大の抵抗を行った。この部隊は、 アメリカ軍に捕まることを最も恐れており、退却しようとするメキシコ軍兵士に発砲して脅すことになった。アメリカ軍が激しい砲撃を行ったために、大体の隊員はアメリカ軍に一斉射撃で反撃するために、その時間の大半を消費し、それゆえに少なからぬ同士打ちが実際に起こった可能性は少ない。スコットはメキシコシティから75マイルのプエブラまで進軍し、 1847年5月15日まで、そこに泊まった。スコットの公兵隊には、歴史的に重要な意味を持つ中隊クラスの主官が5人いた。すなわち、ロバート・ E ーリー隊員、ジョージ・マクレラン隊員、ジョセフ・ジョンストン隊員、ジョン・ G ・フォスター中尉、および、PGT ・ボーリガード中尉だった。5人ともに、南北戦争で将軍を務めることになった。アイオワ州、 セルロゴード軍、ノースカロライナ州、セルロゴード及び、イリノイ州、セルロゴードは、この戦闘からその名前を取った。ジョージア州レサカガレサカデラ・パルマの戦いから、名付けられたのと同様である。シエラ・ゴードは、小説の主人公ジアイジョーが戦った地域の一つで、ある。ありがとうございます。